なんか相対するものの間にある何かっていうのを探り続けていて、人と自然とか自己と他者とか光と影とか生と死とか、見えなくとも確かにそこに存在する何か。ブレイクゼミ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家幸次郎、大学で油絵を学び、海外でも個展を開催。そんな彼の作品に息づくのは、目には見えない間。学生時代とか高校時代とかっていうのは、何かこう画の強いものを追求していたんですけれど、こうしっくりこなくって、物そのものというより、ちょっと引いたところで物の周りにあるこう間というか、あの余白というか、そういうところに意識がいくようになって、物ではない何か、そんな曖昧なテーマを模索する中でたどり着いた一つの概念は、生と死。一つの生っていうのは湧き立つ波のようなもので、それが立っては消えて、また立っては消えて、そこに自分を置くことで見えてくる世界とか感じる世界っていうのが違って見えてくるんですよ。そういった中で、やっぱり生と死っていうのは自分にとって切っても切れないものであると思いますね。生と死という普遍的な概念、その先に見えた人間の強さを小さな灯火に込めて描き出す。そこに残されたものとか、生きとし生けるものが共に影響し合って、共に照らし合う、灯し合う、そういう限りある火の中で今を生きるという、そういった世界の在り方というのを、何かそこの灯した中に見えたというか。目には見えない世界を表現するために、深く考え思いを馳せる、それこそが幸次郎が描き続ける理由。絵っていうのは僕と世界の間にあるものであったりするんですけれど、見る人と絵っていうのはまた別の世界がそこに広がるような気がしていて、いろいろ想像していただいた上で絵がどんどん広がっていくというか。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。代官山のヒルサイドフォーラムにてブレイク前夜展を開催中。小山富雄選抜のアーティスト38名の作品を展示。先日行われたトークイベントはアートスティッカーにて配信しています。ぜひチェックしてみてください。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。